届いて、いってらっしゃい、頑張った。そう、なんか目痛くて、痛かったんよ。もう治ったんですけど、意外と治るの早かったっていう。なんかね、ご紹介したこのあのまつげをめっちゃいい感じに上げてくれるこの白物なんですけど、まあ、こちらを私は使って、まあ、昨日もねまつげを上げたんですけれども、その時にちょっと目に当てちゃったんですよね。ポッてポッてポッて当たっちゃって、もう痛っってなって、まあでも、まあ、言うてもと思ってって思ったんですけど、なんか目のこの目ん玉のこの辺にうん、なんか白い点みたいなのができちゃったんですよ。点ってついて、えなんかやばいんだけどみたいになって、めっちゃ痛いし、なんか目閉じることもできないぐらい目痛くて、ちょっとこうなってて、もう涙止まらなくて、やばい、めっちゃ痛いってなっとって。だけど、まあガチで本当にもう目閉じれんというか、もうあもうやばい生活できんみたいなレベルではなかったんですよ。し、あの調べて治るって書いてあったけん、その5日か7日くらいかけてみたいなのは分かるけど、なんか治るって書いてあって、そんなね、なんかすっごいマジで超やばいぐらいのなんかやばいみたいなじゃなかったんですよ。その本当にめっちゃ軽い傷みたいな、マジあのちょんちょんって触れただけなんで、ちょんって触れただけのこのちっちゃい点みたいなだったから、全然大丈夫だったんですよ。大丈夫だと思って、でまあそのままあの治る、絶対治るわと思って、そのちょっとした角膜への傷、角膜についた傷は治るって書いてあったけん、あ大丈夫だと思って、そのままこう安静にしつつ、そんなにもう、まあ、普通に生活してたんですけどで昨日バイトもあの普通にさ最初参加してたんだけど、途中からも朝と同じぐらいの痛みが走って、めっちゃ痛いんですよ。もう目がもう涙止まらないし、な感じになってたんですけど、後々から治ったっていう、もう全然痛くないっていう、なう痛くないよかったー、マジマジで良かったんですけど、もうねその白い点みたいなのもないんですよ。もう気づいたら、いつ消えたんだろうっていうぐらいマジでなくなった。もうその多分バイトの後半ぐらいからもう多分白い点なかったんですよ。時マジで治ったすごいよね、治癒能力すごい、生きてるって感じするわ。あなたが話せば、あごめんよ君が。
分のが言うのさ。本当私さハートありがとう。そしたケントさんもハートありがとう。ケントさんバラありがとう。暮らしてたのつむき音も聞こえてくるの砂のようなあの声の未来の重たい何かを抱えてるその予言何も分からなかったあなたわかるの。モーさんとしさハートありがとうございます。鈴木さん銀やモンさんテスさんキュントさんハートありがとうございます。マカさんコシモンさんハタタタタありがとう。リンナさんハートありがとう。運命を決める人生の夢が叶うと彼に言われたわ。くんくん力育つ飛ぶ動の日のようにずっと夢見た人が他の人を愛してるとちょっとそばに近づかないでよ。アナスさんとさんちりちゃんハートありがとうございます。知らなくちゃいけないブルーノ先日教えてブルーノ。なんかさスティックやった。トムトムさんパンタハートありがとう。皆さん今日は今日も仕事今日あったのブルーノ触れちゃダメだったブルーノ。今日は火曜日。トサハートありがとうございます。愛媛さん金魚ありがとう。めっちゃ好きな人、私この人。育三郎みたいな。ね、雨だよね。そうなの。昨日帰るとき雨降ってた。
と浦タフさん、初見こんにちは。兵庫県を持ちます西本一農家の秋美奈です。しばらく天気悪いみたいね。するな。いちご、今日も雨って書いてる。ダメ、雨降らないけど。でも、ずっと雨ですね。ガチ。だんだん寒くなってくる。天気良さそう。本当？今日水不足になって初めて雨の大切さ。うん、確かにね。失ってから気づくものっていうのは本当に大きいですよね。やっぱり、うん。わしもそうですか。皆様のありがたみ、大切さ、教えてくれた。みんなが場にいてくれて、
ムさんハートありがとう。あなたエルサのお話。ちょっと昔、とても仲のいいお姫様の姉妹がいたのでした。ゆーちゃんハートありがとう。活動拠点からは遠いけど常に課題決めの共にやりたい。雪だるま作ろう、大きな雪だるま。その心がとても嬉しい。本当に私は恵まれてるなって心から思うことが多いです。みんなと出会えたことが。みんなだからついてきてくれるんだなって。ありがとう。いつもありがとうね。パーティーは終わりよ。門を閉めて。こんな僕ちゃんのそばにいてくれて。どうしていつも一人でいるの？もうやめてアナ。何をそんなに怖がっているのよ。やめてって言ったの。魔法使いだ。逃がすな。いや、僕はオラフ。ゆーって抱きしめて。オラフ？ねえ、エルザに夏を取り戻してもらいたいの。夏？僕大好き。エルザはこっちだよ。うわ、ちょっとごめん、全然違うけどディズニー行きたい。これライドの音楽らしい。応援できるのが幸せ。ありがとう。まだみんなのことを待たせてる状態なんだけど、たくさん。待っててね。ちーちゃんハートありがとう。おはようございます。コンボさんハートありがとうございます。歩き出そう。少しも寒くないウェイ。コマさん、アナビありがとうございます。エルサ打ち上げ。エルサアナ、この冬を終わらせて。私には無理よ。いつまでもそばに。
敵、ありがとうございます。声を聞いていられることをとても当たり前で、愛を捨て生きてゆけなんて言う気ないの。それでもそれでもこれでいいの。昨日までの正しさとか考えてる。健やかなる時、やめる時も、私は私でいられますように。何もできなくなったとしても、ただそばにいるよ。ただそばにいるよ。皆さん金魚ありがとう。少し遠くに出かけようか、年を取る前に。見たことないもの、思い出の場所、何でもいいのに。愛はなぜ生きてゆけなんて言うのかな。何度も何度もくじけそうで、昨日までの優しさとか思い出して、健やかなる時、やめる時も、あなたはあなたでいられますように。何もできなくなったとしても、ただそばにいるよ。月が陰るのに胸が痛んでも、人にじゃないから、ほんの少しでいい、私がここにいる理由になるから。待ってた。健やかなる時、やめる時も、私は私でいられますように。何もできなくなったとしても、ただそばにいるよ。健やかなる時、やめる時も、あなたと私でいられますように。たとえ明かりが消えたとしても、ただそばにいるよ。ただそばにいるよ。私もそばにいるし、みんなもそばにいてね。モさん、ながらモスイ、ありがとうございます。いらっしゃい、頑張ってね。
最後、最後じゃあこの曲一曲聴いて終わりますね私。あなたとのランデブー、チリチリ熱い視線戸惑う、頭クラ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 、心スパークリン、ドキドキしちゃうたびパークリン、溢れる恋はシュワシュワ、甘いサイダーみたい、キミキミもや。マサハと松木とおみさん、打ち上げ花火ありがとう。シュワシュワシュワベイベファミの抽選結果出てた。お、ワックワック、大丈夫だよ絶対当たってるけん。マスキのおみさん、この方、打ち上げ花火ありがとうね。ちーちゃんライブありがとうございます。はい、それでは今日も皆さん一日頑張っていきましょう。共に私も頑張ります。今日もほっ、本日は火曜日ですよ。まだ週始まったばっかですけれども、頑張ろう。マンポーさん、レインボーシチューありがとう。小さいこちら、なんて名前なんでしょう。バスケとウルフをかけてて、 ありがとうさん、ジチエイメイさん、あ、え、あ、あれ、エイメイさん、ジクロマティさん、ケイムツキトモミさん、フチスズキさん、七位クヨニスさん、六位コンバさん、コイショウラガさん、よいちじちゃん、世代さんがモーさん、ありがとうございます。ダニーがプシさん、ありがとう。そして第一位はボンタン。応援できることが本当幸せ。まずは9月4日楽しみ。皆さん楽しみだね。ありがとう。いえいえ、こちらこそ。ファミも楽しみだけど、9月28日のライブも皆さんぜひ来てくださいね。皆さんが
歌ってほしい曲も入れたし、皆さんがねご希望した感じのテーマにも沿ってセドリを組み回したので、ぜひ聴いてください。昼夜待ってます。ポストして、いやまだしてないです。一応まだフライヤーもできてないんで、フライヤーできてからポストしようと思ってます。これは予定外ですよね。それでは皆さん今日もありがとうございました。アベルさんありがとう。頑張っていこうな今日もね。